はい、おはようございます。本日頑張ってお寿司に握っていきたいと思います。とりあえず昨日なんか奈落の底に行ったお米を炊き直します。悲しいです。原因がなんかわかればな、それをこう迂回しながらやれるんだけど、発生条件がわかんないんだよ。なんだったら最初このザルから米が逃げてたしね。まあリリースしたてということでね、米が今逃げてこうとしてたな。これでちょっと待ってる。でも昨日は寝る前にちょっと待ったんだよな。寝る前、寝てないな。よし。OK。で、ガリガリ君を追加して、ガリガリ君2個か3個でいくか。2個でいくか。あ、もう1個ぐらいいけるか。よし。で、米も炊いたから、エビあげますか。何に釣り上げてるか。エビをあげないしってのが来るんだろうか。無言になった。はい、営業時間が始まっちゃった。カニカマちょっと取っとくか。はい、いらっしゃい。ちょっと待ってな。聞くだけね。聞くだけだよ。すぐに作るなんて一言も言ってないんだからね。熱入りスピードは同じぐらいか。だね。これ出来たてをさ。
か最初に作った頃は、ああ、油ちゃんと吸ってるね、みたいな感じになってたけど、今なってないのは単純にあれかな。髪が古い。もうしなしなになっちゃってるってことかな。わかんない。ないか。ベジタブルアボカド巻き。ベジタブルアボカド巻き。これか。何個だって何個と、サバアボカド巻き。サバ。で、トッピング2個ね。いいお待ち。はーい、しばす人参巻きの人参、こっちだったよ。しばす、しばす人参巻き1個しかね。しばす人参巻き、これか。しばす人参巻き、ちょっと待って、きゅうり、大根、大根、デーコン、きゅうり、デーコン、味噌じそう、バスの切り、はい、よいしょ。アプデが入ったのかわかんないけど、なんか塗りやすくなった感はある。きゅうり、にんじん、あれ、ちょ、反応なくなるのやめてください。で、ディアコン、はい、バスの切り、はい、巻き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 、ここ巻き、しばす人参巻きを2個と、エビアボカド人参巻きなんて作りましたっけ？あ、作りましたね。エビアボカド人参巻き。よし。トッピングが1個。このエビフライの関係でさ、反乱を起こさないようにこういう提供しかできない。はい、お待ち。サバアボカド巻き。ちょっと待って。ここら辺。サバアボカド、え？何がポンって言った今。見えない人がいる。サバアボカド巻き6、サバアボカド巻き、おお、サバアボカド巻き作るか。サバアボカド巻き、探すソートが欲しい。これね、サバ、あ、アボカドネギサバ。
はい。で、巻き巻きし。巻き巻き。はい。これ見えない人なんだけどさ。サバアボカド巻きを6、これ何個、これ5個、これで6個で、サバ握り6、サバ握り6、そうなると思った。そうなると思った。サバ握りもワンセット作るか。サバが足りなくなるぞ。ここね。で、トッピング3。トッピングを3。よいしょ。トッピング3。はい、お待たせ。ネギは元に戻して、カニカマ戻すか。よいしょ。で、サバアボカド巻きを中入れて、で、こっちも、サバ握りを、いらっしゃい。落ちると思った。いらっしゃい。マンゴー巻き6、マンゴー巻き3しかない。マンゴーのカットが、今こんだけしか。マンゴーちょうど4しかないのか。切っとこ。蓋するより前にやり始めちゃったけど大丈夫そう。マンゴーの方がちょっと黄色みが濃いんだね。これ一番右までやったら、一番右まで行ってんのか知らんけど、100点くれるのかな。微妙なハットグ。マンゴー巻きを6と、そっけないやつ2。トッピングを2。コククリックしても出てこないから、やっぱちょっとバグってんだろうな。マンゴー巻きを吸収しといて、
で、これサバーキットとか。サバーね。天ぷら作りたいとか。刺身カットに変えて、いらっしゃい。ちょっと待っててな。いらっしゃい。いっぱい頼みますね。カッパ巻き4。カッパの巻きちゃんが全然ない。よいしょ。カッパの巻きちゃんが全然ない。よいしょ。カッパの巻きちゃんを巻き巻きして。カッパのマキちゃんのつとずるアボカド握りとシバス握りを2個ずつ。シバス、アボカドもシバスも全然ないやん。シバス握りってさ、ちょっと待って、急に不安になってきた。バスの切り身、これはスズキの刺身。でもスズキっていう魚は使ってなかったはずだから、これでいいと思う。いいよね。どうして表記が違うの？で、トッピングは2個。よいよ、待ち。ありがとうね、また来てね。エビ天でも作ってよ。エビ天でも作って。こいつらすぐいなくなるから。いらっしゃい。ちょうどな。エビだけ注文しよう。はい、お待ち。サバアボカド巻きを4つ。サバアボカド、サバ、相変わらず覚えられない場所は。サバアボカドを4つね。はい、で、トッピングを1個。はい、お待たせー。また来てなー。
レベルが上がったらしい。あと4つぐらいで、これもなくなるよね。いらっしゃい。はい、酒をしみこまき。そんなん作ったっけ？酒をしみこまき。そんなん作ったことない気がするな。だよね。酒をしみこまき、間に合いますか？おしんこまき、え、ちょ、で、どこ？これか。きゅうり、大根、ネギス。ちょ、待って、カッパ巻きがいた。きゅうり、大根、ネギ、アトラティックサーモンの切り身。あ、これダメですね。間に合いませんね。瓶酒でしょ？なんか、作るだけ作りはするけど、お嬢ちゃんには申し訳ないが、帰っていただくことになります。すまんな。女の子しょんぼり。なんてホワイトな企業なんだ。よいしょ。きゅうり。はい。で、大根。はい。で、ネギ。はい。アトランティックサーモン。一個ずつ、これ一個ずつになるのなんでやろな。巻き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 。パパ。最後の一個、あれやな。入れ物頼んどくか。よいしょ。これをゲットして、下入れとくて、ネギとアボ。よく脱走するんだよな。ほら。まあ、この置き方が正規の置き方じゃないからなんだけど。とりあえず、アボカドを切って、そっと。その間にキュウリ持ってくるか。キュウリとアボカド取っときたいね。キュウリとアボカド。キュウリとアボカド。
間違えた。よいしょ。おろおろおろ。で、よくって、で、シャリを作らなかんくて、で合体はできるんや。ちょっと確認してみるか。これとこれは合体。でも1キロいけんのか。止めたいとこ。また米がどっか行くかもしれない。米が875か。とりあえず875入れて、だから125。さ、これ間に合った。間に合って1.1。1.1 か。1.1 か。まあ、いっか。相変わらずこの待ち時間長い。よし。ちょっと数が少ないね。なんか右側がちょっとバグってたっぽかったもんな。まあ、いっか。はい、ということで。本日ここで終了です。また次回をお楽しみに。バイバーイ。